問題 A、A 単語が小文字で入力される。A と B が隣接しているところがあるか判定しろ。順番は問わない。AB か BA が入ってるかってことだね。ちなみに、この問題の原案は私。問題 B、整数 B が入力される。A の A 乗が B であるような正の整数 A を求めろ。なければそう言え。B が10の18乗までなら、A は18までで、1から18まで全部試すよ。C++ の場合はオーバーフローに気をつけろ。この問題の原案も私。問題 C、ナンプレと思わしき盤面が入力される。正しいか判定しろ。どの行にもどの列にもどのブロックにも、1から9までが1回ずつ現れるか。だよね。時間の心配はなくて、セットを27個作って数字が9種類ずつ入るか見るよ。もちろん、この通りにやらなくてもいいぜ。問題で、0か1かを書き込む欄がいくつかある。ただし、こことここには違う数を書け、という条件がいくつかある。それを守って全部の欄を埋めることはできるか？ここからは、時間に気をつけろ。とりあえず、1番に0を書き込むよ。そうすると2番は1で確定。4番も1、6番は0、7番は1、ってやってけばいいね。深さ優先探索ってやつだな。これについては今月ゆっくり扱う。ちなみに、答えが AS の場合、このグラフは2部グラフと呼ばれる。問題 E、何回かコンテストに出た、各回の成績が入力される。この成績の加重平均と参加回数をもとに、レーティングが計算される。もし参加記録を好きなだけ消せるとしたら、レーティングを最高5つにできるか？なんか複雑そうに見えるけど、記録を何個残すか決めると、この分子以外はいじれないね。だから残し個数を1から全部試して、分子の最大値は動的計画法で。DB についても今月中にゆっくりやるぜ。問題 F、道の上にリンゴが何個か落ちてくる。落ちる位置と地面に当たる時刻が分かっている。一定の幅を持つカゴを一定時間置き、リンゴをできるだけ多く入れたい。最大何個入れられる？要するに、リンゴが平面上にばらまかれてるから、リンゴがたくさん入るように長方形を置こう。ってことだね。で、リンゴの方を長方形にしてみると、長方形は最大何個重なってる？になるよ。あとは平面操作と遅延セグメントツリーでいいぜ。最近は本当にゆっくりな動画もやってるから、よかったらチャンネル登録してね。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。